昆布1年分上納するがよろしい。 I like 銀玉、銀玉大好き。この辺銀ちゃん使えて言ってたんです。丸く見せるっていうのがポイントね。ズラじゃないカツラだ。綿棒ないと生きてけんばい、生きてけんばい。ヘロー、マイネームイズヒカリシーナ。今日は銀玉のカグラちゃんになりたいと思います。 I like 銀玉、銀玉大好きなのですごく楽しみですね。前一回やったことあるんですけど、それよりもクオリティの高いカグラちゃんを目指して頑張りたい。あるエティアというカラコンを使ったね。一番カグラちゃんの目の色に近くなるやつね。これはチークね、キャンメイクのチークね、安いやつね、プチプラコスメね。カグラちゃんは髪の色がオレンジなので、チークもほんのりオレンジが入った色にしたね。そこポイントある。ドドのアイシャドウある。こちらも松木用さんとかなのですごく安く売ってるある。光的カグラちゃんアイズはこの2色を混合させるあるよ。ちょっと奥二重気味の人は割とこう上の方まで塗っていいね。二重の幅が広い人とかはうっすらで大丈夫ね。眉マスカラで自分の眉毛の色を消すね。そうしましたら、この先ほど使ったカグラちゃんチーク、眉毛にも使うね。そうするとカグラちゃんの髪の毛の色のオレンジに近いような温かい色になるね。ほっぺとも同じ色だから全体的に統一感出るあるよ。目の端っこの方にも塗っちゃうある。これをすることによって眉、目、ほっぺ全体的に色が統一されてカグラちゃんっぽくなるある。このラインで粘膜を潰していくね。リキッドのライナーで目尻のところを描いていくね。カグラちゃんは丸めなのでちょっとポイントね、丸く見せるね。メイクする時のポイントは、描いたら11いろんな表情して決め顔をすることがポイントね。次はビューラーするある。マスカラの下地を塗るよ。これ塗っとくとコスプレ会場とか行ってもまつげ上がったまま下がんない。これおすすめね、エレガンス。下地を塗ったら本物のマスカラ塗るね。これも全体的に塗るというよりは瞳の上あたりをたくさん塗って丸く見せるっていうのがポイントね。下もこの瞳の下ばっかり塗るで。そうするとカグラちゃんみたいな丸いお目々に近づけるね。
オンリーミネラルの白いアイシャドウを目頭に塗るね。これはキラキラして青い目がすごく引き立つようになるね。最後にまたこのペンシルのラインで目尻のところをちょっと描くね。それで綿棒でぼかすね。ひかりちゃん的かぐらちゃんメイクには絶対綿棒が必勝ある。かぐらちゃん子供だから、ちょっと大人っぽくなりすぎちゃったらこの綿棒でぼかして子供っぽくするね。どこまでぼかせばいいか迷ってるね、ひかりもでも多分これぐらいね。ちょっと顔立ちはっきりさせたいからノズシャドウ塗るあるね。この辺銀ちゃん使えて言ってたねな、貞治。ちょっと濃くなりすぎたらこうぼかすね。そして最後にこのキャンメイクのグロス塗っていくある。これもかぐらちゃんの髪の毛の色と似たような色をチョイスした。かぶるのが一人だと一番難しいところかもしれないある。みんな頑張ってかぶるんだぞ。かぐらちゃんのポイントは微妙なギザギザ具合の前髪あるね。ハサミ苦手だよっていう子はカミソリでこう切ると勝手にギザギザに切れるのでおすすめよ。ウィッグは耐熱じゃない時が多いからみんな気をつけるある。かぐらちゃんの寝出せて子供だから、コスプレだけど化粧を濃くしすぎると大人っぽくなってしまうっていうところが難点あるよ。微妙な絶妙なところで化粧を抑えるっていうところがかぐらちゃんをリスペクトしてる感じがうまく現れてるんじゃないかなと思うね。な、貞治。どりゃー、スコンブ一年分上納するがよろしい。あ、甘い匂いするします。よっしゃ、したシャドウはね、まあ、塗らなくても割と生きていけると思ってたんですけどチンで気をつけて、あっちゃー、あっち、本当にあっち、あっち、あっちんでみんな気をつけてやってくださいね。潰していきます。やべ、ちょっと普通に戻っちゃった。真剣になりすぎて。もう一回やっていいですか。次に抑揚を出すために顔立ちをちょっとはっきりさせるために、あ、間違えた、また普通に戻っちゃった。綿棒ないと生きてけんばい。生きてけんばい。生きてけんばい誰だ、ちょっとツッコミ入れといてください。ズラをつけていくよ。ズラじゃない、カツラだ。これ銀魂に出てくるカツラっていうキャラクターのセリフね。一回首まで通すよ。くっからしい。もうそろそろ完成するある。難しい、これキープするの。銀魂は大好き。バカなのとダークなのが好きです。殺し屋1見てください。出てくる人みんな変態だから。あと彼岸島、あれのコスプレ超したい。今度やりましょうよ。全然可愛くないですけどね。でもホムホムやりたい。ホムホム、ホムラちゃん、デビルホムホムやりたい。ハッファンはファッション。日本人、中国人、アメリカ人、魔界人、アイス、あいつら、ありがたき、シュイシュイ、あいつペロペロ、サンキューです。ちょっとグレてた時期に学校にあまり入れてもらえなくて家に引きこもってて、モデルになったら見た目どんな格好をしてても
学校に入れてくれるんじゃないかっていう希望とともに読者モデルに自分で応募しました。つまり自分で応募しました。ええ